ゴールドウィン・ピクチャーズ・コーポレーションは、かつて存在したアメリカ合衆国の映画会社である。1916年、サミュエル・ゴールド・フィッシュが、ブロードウェイのプロデューサー、エドガー・セルフィンとアーチボルド・セルフィン兄弟と、パートナーシップを結び、両者の性を合成して命名した。ゴールドウィン以外のもう一つの取り合わせでは、セルフィッシュ・ピクチャーズになるので、こちらは即座に却下された。これを機に、 ゴールドフィッシュはその生命を現在知られるサミュエル・ゴールドウィンに法的に解明した。いたずら娘のメーベルのオーマンド。当初、同社はニュージャージー州フォートリーでソラックススタジオから映画制作のための施設を賃借していた。同社が適度に成功したと言えるが、最も有名なのはトレードマークのレオザライオンである。サミュエル・ゴールドウィンは最終的には米国内で 支配的な演劇の工業会社である、シューバート・オーガニゼーションを率いるリー・シューバートを引き入れたセルフィン兄弟たちが強制的に排除した。シューバートは同社を支配し、映画工業界の大物マーカスロードローが経営する、メトロピクチャーズに同社を合併させ、メトロゴールドウィンピクチャーズとし、新しい会社にトレードマーク、レオザ・ライオンを付与した。メトロゴールドウィンピクチャーズが、 ルイスビー・メイヤー・ピクチャーズの合流を受けた結果、生まれた新しい映画スタジオが、メトロ・ゴールドウィン名である。後の1981年にユナイテッド・アーティストと合併し、MGM ・ UA エンタテインメント・カンパニーとなった。同社を法的されたサミュエル・ゴールドウィンは、1923年にサミュエル・ゴールドウィン・プロダクションズを設立している。映画産業において、 最も尊敬されるべきプロデューサーになることはできたが、合併前に法的されたメトロゴールドウィンメイトは全く具体的な関係がなくなっていた。ありがとうございます。